雪村先輩、お疲れ様です。作業中のところ申し訳ないのですが、土方さんが広間に来てほしいそうです。悪いな、仕事中だってのに。さて、トシさん、呼ぶのはこれで全員かい？ああ、近藤さんは後から来る。雪村も来たことだし、話を始めるぞ。実はな、坂本龍馬が京に向かってるって噂が流れている。それがどうやら本人らしい。いつの間にやら薩摩から行方をくらましてたって話だ。これが他のやつだったら何かの見間違いじゃねえかって疑うところなんだが。あの坂本龍馬だからな。思いつきで突然京に来たとしてもないとは言い切れん。でだ、坂本を可愛がってる幕臣の勝阿波守から依頼が来てな。あいつがこの京で暗殺されねえようなんとかしてくれだとよ。以前坂本を京の町から逃がした時みたいにですか？ああ、この間の寺田屋事件で坂本は見回り組や伏見奉行所の連中に恨みを買ってるからな。でも幕府や会津、土佐のお偉いさんは前々から坂本に手を出すなって言ってるんだろ。だったら見回り組や奉行所の連中にもそう伝えりゃいいだけじゃねえか。上と現場の人間の思惑が食い違うってのはよくあることだ。特に伏見奉行所じゃ、前の事件では坂本が撃った銃の弾が原因で二人が死んでるからな。見つけたら捕まえるどころか殺しにかかってきてもおかしくねえ。いくら上からの命令があっても仲間の仇だもんな。そんな奴らに見逃せって言っても無理な話か。とはいえ中には上の命令に従う者もいるだろう。一応先方に通達だけはしておくべきじゃないかね。いや、そのような状況ではむしろ逆効果になりかねないかと。あれ？わからないの？
手を出すなという話は、つまり坂本が近くに来ていると触れ回っているようなものだ。そういうわけで、奉行所や他の奴らに坂本の一件は伝わってねえ。知られりゃ面倒なことになるからな。その前に坂本を見つけ出して、どうにかこの京から追い出してくれ。承知しました。切っちゃっていいなら行きますけど、逃がせって言うなら僕は留守番で。掃除、てめえはまたそういうことを。さすがに幹部総出で坂本を探し回る必要はないでしょう。豚所に残る人も必要だと思いますし。また坂本をうまいこと今日から逃がさなきゃならねえのか。なあ、俺たちって毎回すげえ貧乏くじ引いてるよな。ああ、奉行所は捕まえようとしてんのに、俺たちは逃がそうとしてるわけだしな。なんで同じ幕府の中だってのに、あいつのせいでゴタゴタしなきゃならねえんだ、ったく。しかも前にもこんなことあったし、なんかやる気が起きねえよな。だな、坂本に振り回されっぱなしってのが気に入らねえ。この間だって苦労して逃がしてやったってのによ。あいつがまた来て捕まっても、今度は自業自得ってやつじゃねえか。なあなあ、いっそ見なかったことにするってのはどうだ。見回り組や奉行所の奴らが先に見つけるのを待つとかさ。こらこら、新選組の立場上そういうわけにはいかないだろう。ああ、源さんの言う通りだ。依頼を失敗するわけにはいかねえ。ようやくこの新選組も幕府から認められて、給金も出るようになってるんだ。ここで勝や合図の面目を潰して不況を買ってもいいことはねえだろ。まあな、それで給金が出なくなっても困るけどさ。それに任務一つ果たせぬようでは、新選組の名に傷もつきかねん。ああ、よそからならともかく、今回の一件は会津公から直々に頼まれちまったんだからな。土方さんって相変わらず面倒事を引き受けてくるんですね。しょうがねえんだよ。新選組をでかくしていくためには必要なこった。民を守るのが新選組だもんな。坂本が向こうの民かは別としてよ。だな。だがそれをそうと、なんだって坂本のやつはこの時期に京に来てやがるんだ。何も考えてねえんじゃねえの。あいつ変なとこバカっぽいし。いや、それは考えにくい。命が狙われていると分かっていても、今日に来る理由があったのだろう。命よりも大事な理由って、例えばどんなのだよ。おそらくは、尊上老師との連絡や今日の情勢の確認ではないか。そんなの本人じゃなくたってできるだろう。山崎に島田、
坂本が今日に来る理由とか行きそうな場所とかわからねえのか。坂本はおそらく使い慣れた伏見を経由して今日に来ると思われます。そうなると宿泊するのは今日ではなく伏見ではないかと。けどこの間伏見の寺田屋で襲われたばかりだろう。なら伏見は使わねえんじゃねえか。確かに寺田屋には泊まらないかもしれませんが、船を使うならどの道伏見は通ります。それに新八の言う意見の裏を書いて再び寺田屋を利用するという手もあるな。はい、最悪前回と同じように伏見の薩摩藩邸に逃げ込むことや船で逃げることを考えると、やはり伏見のどこかに寝泊まりする可能性が高いかと。なるほどな。じゃあ今日に来る理由の方は。それが申し訳ないのですが、今のところつかめていないのです。伏見あたりで何か大きな動きがあるという話も聞いていませんし、あるのは祭りぐらいで。祭りか。捕まる可能性があるのに今日へ来る理由にしちゃ弱すぎだな。いや、あいつのことだしな。誰かと祭りに行く約束をしててわざわざ来たのかもしれないぜ。もしそれが本当ならバカすぎるだろ。そもそもあいつがそこまでして祭りに行きたいような相手なんて。千鶴、あいつと祭りに行く約束とかしてねえだろうな。平助にしてはいいところに目をつけたよね。俺にしてはってどういう意味だよ。ねえ土方さん、坂本ってもしかしてこの子に会いに来るんじゃないのかな。ないって言いたいところだが、あの坂本だからな。その可能性も捨てきれねえな。そんじゃ坂本を探しに伏見に行くのは、まずは斉藤。は、承知しました。それから新八に平助、原田、お前らにも言ってもらう。分かったよ。どうせ断れねえんだろ。あんまりやる気は起きねえけど仕方ねえか。ついでに祭りも見物できるって割り切るしかねえな。伏見に行ってる間なんだが、宿を手配してよ。多少の晩酌なら目をつぶってやるよ。本当かよ土方さん、今回は話がわかるじゃねえか。坂本探しはこの長倉新八に任せとけって。パッと見つけて今日から追い出してやるぜ。土方さん太っ腹だな。っていうか俺さ、最初っから行こうと思ってたんだよな。任せてくれよ。お前ら変わり身が早すぎだぜ。で、土方さん、俺はこの二人のお目付け役ってとこか。はあ、お前たちはバラバラにするより揃ってた方がいいと思ってな。酒は飲んでもいいがほどほどにしとけ。その分新八と平助のことをちゃんと見とけよ。わかった、任せといてくれ。まあ坂本を探す方が先決だけどな。で掃除、お前は豚書に留守番だ。へえ、
本当に留守番でいいんですか？万一坂本の目的が雪村に会うためならここに来るかもしれねえだろう。お前はその時の保険だ。はいはい、わかりました。坂本がこっちに来たら切っちゃえばいいんですね。バカ言うんじゃねえ、追い返すんだよ。いいな。わかってますって。それくらい。それから山崎と島田、お前たちは伏見とここの連絡を頼む。承知しました。わかりました。それと源さんも留守番を頼む。ああ、任されたとも。もしかして留守の責任は重大かね。ああ、今回の一件はここにいる以外の奴には知られないようにしておきて、伊藤たちのことをそれとなく見張っててくれ。分かってるよ。宗司や三男さんと協力してうまくやるさ。それから雪村、伏見に行ってくれねえか。坂本を探す人数は多けりゃ多い方がいい。お前はあいつを知っているうちの一人だからな。一緒に伏見か。そいつは楽しみだな。遊びに行くわけじゃねえんだぜ。わかってるって。でも楽しそうじゃねえか。祭りで人が多いだろうしな。はぐれねえようについてこいよ。じゃあ雪村、お前も頼む。坂本の方からお前に接触をしてくる可能性もあるからな。静かにしろ。誰か来る。みんなどうかね。かつ阿波の神からの依頼は果たせそうか。会議中のところ失礼します。なんだ、勇さんたちじゃないか。びっくりさせないでくれ。今ちょうど方針が決まったところだ。なんとかやってみるさ。そうか、いろいろ無茶な頼みばかりだが、皆もよろしく頼む。心配しなくて大丈夫ですよ、近藤さん。坂本の追放ぐらい朝飯前ですから。はは、掃除にも期待してるぞ。ところで今更なんだが、都市に頼みがあったな。実は今回の一件に相馬君と野村君を加えてほしいんだ。は？こいつらを？いや、都市の懸念は分かっている。二人は坂本の顔も知らないし、足を引っ張るかもしれん。だが経験を得るための良い機会だと思うんだが、どうかな。副長、どうかよろしくお願いします。俺も野村も未熟は承知の上です。人でも足りないと聞きましたし、俺たちでも何かの役には立てると思います。
別にいいんじゃねえの。伏見とは少し距離もあるし、いざって時の連絡係は必要だろう。さらに千鶴の事情も知ってるやつとなると、ある程度限られるしな。仕方ねえな斉藤、悪いが。分かっています。現場では俺が責任を持って面倒を見ます。よし、分かった。近藤さん、経験を積ませてえのも確かだしな。この二人は今回の一件に加える。だが伏見にやるのは一人だけだ。もう一人はこっちで待機だ。ああ、それでいいと思う。ありがとう。私、相馬君も野村君も頑張ってくれよ。はい、皆さんのご期待に応えられるよう頑張りますので、よろしくお願いします。任せてくださいよ。連絡係でも雑用でもしますんで。それじゃ、相馬と野村のことは一旦山崎と島田に任せる。はい、承知しました。わかりました。山崎さん、俺と野村のどちらかが伏見と聞きましたが、具体的にはどのように。君たちの仕事は連絡係だ。伏見に一人、この豚所に一人を配置し、何かあればもう片方に連絡する。互いの場所を行き来することになる。かなり足を使う仕事になるぞ。なるほど、承知しました。では君たちに最初の仕事を頼みたい。伏見で皆さんが寝泊まりする宿の手配をしてもらおう。それだったら任せてください。ちゃんと立派な宿を手配しますから。バカ、俺たちは人探しに行くんだから、目立たない宿に決まってるだろう。ああ、俺たちは宿の手配のために皆さんより先に出るからな。それと伏見は水路の方が便利だから、移動や見張りのために船も用意してくれ。おお、なんだかすげえ秘密の仕事っぽいな。本当に分かってるのか野村。実際に秘密裏の仕事なんだぞ。ああ、その通りだ。常に緊張を持って仕事に当たってくれ。俺たちの働き次第で他の方々がそれだけ動きやすくなるからな。頼んだぞ、二人とも。はい。さて、新八、原田、平助、お前らも準備が整い次第向かってくれ。斉藤は雪村を伏見まで頼む。向こうでも一人にさせる。承知しました。お任せください。みんな気をつけて行ってくるんだよ。私たちはきちんと留守を預かろう。万一坂本がこっちに来たらきっちりと追い返しておくから安心していいよ。よし、んじゃあ行動開始だ。各自抜かるんじゃねえぞ。はい。今ここで何やら重要な会議が行われていたようですが、なぜ私を呼んでくださらないのですか。おお、武田か。伊藤さんたちと一緒だったんじゃねえのか。いつも伊藤参謀と一緒にいるわけではありません。こう見えて
私はいつも近藤局長の役に立とうと思っているのです。伊藤参謀に近づいているのも元を正せば近藤局長のため、この新選組のためなのです。それよりも副長、伏見で何かあるのですか？何やらそんな言葉が漏れ聞こえた気がしたのですが。なあ、伏見の祭りに近藤さんが興味あるらしくてな。知ってる奴がいねえか聞いてたんだ。伏見の祭りですか。では、私も調べておきましょう。詳しく分かりましたら、近藤局長へ知らせに行きますので、よろしくお伝えください。ああ、頼んだぜ。して何か手柄を狙ってるんだろう。伏見で何かあるって気づいたかもしれねえ。厄介な奴に目をつけられたな。おい雪村、伏見に行く連中に問え。武田が伏見に行くかもってな。奴のことはこっちでも見張っとく。いなくなったらすぐに連絡するから。あんたをここまで無事に連れてくるのが俺の任務の一つだ。問題ない。それにこれから一日歩き通しになる。今無理をして疲れても困るからな。安心しろ。手配した宿に目印があるはず。俺たちだけにわかる特別な合図を出しているはずだ。おそらく間違いないだろう。だがこの宿はいささか豪華すぎる。それにあの合図は。ああ、そうだ。やはりここで間違いなかったというわけか。
お、二人ともようやく来たのか。待ちくたびれたぜ。大丈夫だって。俺たちもちょうどどうするか話してたところだしよ。さて、じゃあこれで全員が揃ったってわけだな。千鶴も疲れたろう。お茶でも飲んで足を休めとけよ。さて、捜索の話に入る前に、まずは聞きたいことがある。この宿を選んだのは誰なのだ？それとあの合図を作ったのは誰だ？申し訳ありません。実は俺が。いえ、相馬のせいではありません。どちらも用意したのは野村なので。はい、俺と野村は拠点となる宿を手配するために先に来たんですが、気づいた時には野村が。幹部の皆さんが寝泊まりする宿だし、妥協は許されねえよな。立派なところを選んでおいたぜ。それに俺たちでなきゃわからねえ秘密の合図って言えばあれだろ。じゃあ豚所に戻って待機してるから、後のことは頼んだぜ。すみません、隠密行動だと何度も言ったんですが、その後手配を撤回しようとしている間に長倉さんたちが到着してしまい、申し訳ありません。斉藤さん、いや構わぬ。ひどく寂れた宿に我々が入ってもそれはそれで悪目立ちするからな。ああ、野村が選んだ割にはいい宿だし、俺は気に入ったぜ。つうか新八っちゃんが気に入ったのはこの宿で飲める酒だろ。いささか豪華だとは思うが、要は俺たちが新選組だとバレなきゃいいんだろう。ああ、ではこの宿を坂本探しの拠点としよう。山崎、お前はこの後どうするんだ？皆さんとは別行動を取ろうかと。奉行所や見回り組の動きを監視し、何かあれば知らせる予定です。そういえば雪村、副長から伝言を預かっていたな。皆も揃っている。伝えるといい。武田さんが来るかもしれねえって本当かよ。ただでさえ忙しいってのに、めんどくさいことになったな。だが来ると決まったわけではないし、向こうで姿が消えれば連絡が来る。そんじゃ、もしこっちであったら、俺たちは伏見の祭り見物に来たってことにしとこうぜ。ああ、それでいいぜ。それじゃ、坂本探しをどうするか、改めて相談するか。
ああ、名付けて一本釣り作戦。魚をするのに一番いい作戦だぜ。まず寺田屋に坂本宛ての手紙を残すんだ。伏見の祭りに来てますとか書いてな。でもって千鶴ちゃん目当てにのこのこ寄ってきた坂本をみんなで捕まえるってわけだ。ちょっと待てよ、そんなの聞いてないぜ。俺は反対だからな。つうかさ、いつも言われてるだろ、千鶴のことは守れってさ。おとりにするとか本末転倒じゃねえか。いいじゃねえか、敵へのおとりにするわけじゃねえし。俺も反対だ。俺は直々に雪村のことを頼むと副長から言われているからな。まあ俺も最初は斉藤の言う通り反対だったんだ。なんだよ、まさか佐野さんも賛成とか言うんじゃねえだろうな。まあ聞けって。実際考えてみりゃ坂本がこいつに危害を加えたことはねえんだよ。俺たちの目的は坂本を他の奴らより先に見つけることだろう。ならこの作戦もありかって思うとこもある。さすが佐野、分かってるじゃねえか。うるせえ、調子に乗んな。てめえは絶対そこまで考えてなかったろ。それにいくら有効だっつってもやるかどうかは千鶴次第だからな。山崎と相馬はどう思う？俺は正直驚きました。随分と思い切った作戦かと。しかし確かに隠れた坂本を探すよりおびき寄せる方が早いかもしれません。推奨はしませんが、この作戦の有効性は否定できないかと。俺はどちらかというと反対です。こちらが監視さえしていれば雪村先輩の危険はさほどないように思えますけど、女性をおとりにするという作戦を俺たち新選組がしていいのかどうか。そうだそうだ、よく言った相馬。千鶴をおとりとかやっぱりダメだろな、はじめくん。確かに俺も反対していたが、副長は何としてでも坂本を見つけ出せと言っていたからな。俺にはこれで坂本が出てくるとも思えねえんだけどな。となると今のところ賛成と反対が同数ってわけか。雪村、当事者のあんたとしてはこのおとり作戦をどう思う？確かにその通りだな。やっぱり新八が考えた作戦だし穴があったか。あ、ずりーぞ佐野、お前だって賛成してたじゃねえか。確かに坂本が出てきたとしてもかなり警戒されそうですね。あえて最初は先輩に接触せず様子見に徹して出てこない可能性もあるかと思います。逆にその監視中の坂本を探すという手もなくはないが、なんかすげえめんどくさい話になってきたけど、結局どれもこいつをおとりにするのは同じだろ。
ったらどうなっても俺はこいつの護衛につくからな。わかったわかった、そん時は英介に任せるぜ。では、俺はこれから奉行所を確認しつつ、伏見の町の中を探索してきます。何かあればお伝えしますので、皆さんは坂本をよろしくお願いします。失礼いたします。頼まれたものをお持ちしました。飲まれたもの、誰か何か注文でもしてたのか。晩酌の酒なら帰ってきた後で構わねえぞ。おかみ、すまぬがそれは誰が頼んだものだ。石田薬右衛門様のご注文ですが。野村か。野村だな。もっとまともな偽名を思いつかなかったのか、あいつは。ああ、その、おかみ、その注文とは一体。あ、浴衣でございますよ。浴衣だ？ここは温泉ってわけじゃねえし、なんで浴衣なんだ？それはもう祭り用の浴衣に決まっております。一着は女性用と受けたまわっております。ぜひお着替えください。遊びじゃあるまいし、あいつは何を考えてるんだ。これは存外悪くない。我らは京で名が知られているし、姿を変えるのは有効だろう。確かにな。仮に見回り組あたりに見つかったとしても、個人で遊びに来ている風を装えればこっちの狙いは気づかれにくいしな。この宿といい、合図といい、そして今度は浴衣か。野村もいい仕事してくれるぜ。そういうものですか。まさか野村、そこまで計算して。いや、どう考えても違うだろう。結果的にそうなってるだけで。木村先輩はどうしますか。女性ものもあるようですが。いや、女物でいいから。むしろ女物がいいから。ああ、せっかくの機会なんだしよ。な、相馬もそう思うよな。なぜ俺に。はい、俺も先輩にはこの綺麗な浴衣が似合うかと。ではそれぞれ浴衣に着替えたら作戦を開始するぞ。あ、いつでもいいぜ。別の目的があるとはいえ、
やっぱ祭りってのは心が浮き立つよな。だな。仕事はさっさと終わらせてゆっくり見て回ろうじゃねえか。その後はキュッと晩酌だな。今回は土方さんの許可ももらってるしよ。まずは坂本を見つけてからですね。すぐに見つかるといいんですが。雪村、これから我らも全力で務めを果たすつもりだが、坂本を探す上ではあんたの存在が鍵となると思う。頼んだぞ。千鶴ちゃん、本当にやってくれるのか。言い出した俺が言うのもなんだが、お前さんを餌に使うような作戦だぜ。そうか、その心意気しかと受け取った。お前さんの身の安全は俺が守るから、安心しておとりになってくれよ。その言い方なんか変じゃねえか。安心しておとりってなんだよ。言っておくけど、俺はまだ反対だからな。今まではそうだったとしても、今回はちょっと違うだろう。ほら、状況っつうか、お前がいつもと違うっつうか、その、今日のお前、いつもより可愛いだろ。ほら、女物の浴衣で髪も下ろして、いかにも可愛い町娘って感じだし。そういや、そうだな。普段は男の姿で坂本と会ってるが、それでもちょっかいをかけてきてるし、あの坂本が豹変してさらいにかかったっておかしくねえぜ。やっぱり俺、坂本なんかに今のお前見せたくねえ。そうだな、平助。わかる。わかるぞ、その気持ち。俺のおとり作戦は完璧だけどよ。唯一の誤算は、千鶴ちゃんがちっとばかり可愛すぎることだぜ。いや、可愛いって。
や、なんつうか、言ってることは正しいんだけどよ。なんか、ちょっと悔しいんだよな。ああ、わかるぜ、シンパッタ。任務のためとはいえ、千鶴が坂本を心配してるの見るとなんかモヤモヤくるよな。おお、まさにそれだ。まあ何はともあれ、他に方法はねえわけだしな。改めて千鶴ちゃん、おとりの件よろしく頼む。さっさと坂本をとっ捕まえて丁重にお帰り願おうぜ。よし、ようやく3人の気持ちが一つになったところで、そんじゃ始めるぜ。坂本捕獲大作戦開始だ。ああ、どうした？一旦休憩でも入れとくか。なんだって？すまねえ、つい驚いちまって。見てたはずなんだが、見つけるのも隠れるのも奴の方が一枚上手か。俺の監視をくぐり抜けて現れるとはいい度胸じゃねえか。なあ、小ずるい奴だしな。抜け目なく身を隠しながら見張ってるんだろうな。近くにいるのは確実だってのに。あ、くそ、一個に見当たらねえ。
何を言ってんだよ。この作戦は坂本が近づいてきたところを俺と平助がかっこよくさっと取り押さえるのが醍醐味なんだぜ。そう、このままじゃ出てくるわけもねえし、平助を呼んで作戦を立てますか。にゃあ、さっきから何をこそこそしゆうがな。いや、実はな、坂本に気づかれちまったみたいでちょっと困ってるんだ。このまま続けるか作戦を立て直すか悩んでるところっていうか。俺はそいつの言うように呼んでしもうた方が早いと思うけんど。そうは言うけどよ、それじゃ負けた気分つうか。で、あれ千鶴ちゃん、ずいぶん声が太く。お会いにくさん。そいつやのうて俺ぜよ、坂本よ。坂本、てめえいつの間に。さっきからおったちや。用件があるがやったら面と向こうて呼んでくれたらええもんを。おまんらが手紙で呼び出したに何やらこそこそやりゆき、しばらく見させてもろうたがよ。んで用件は、まさかここに俺を呼び出しといてお縄にするらってわけやないろうにゃ。いやいや、新選組2番組組長ともあろうものがそんな騙し討ちをするわけねえだろ。そうか、女心がちっとも分かっちゃあせん新選組が珍しゅう女物の浴衣を着せて可愛い姿をさせてやりゆうとか。どう考えても俺を呼び寄せる罠にしか見えんぜよ。何がどう違うかな。お前、自分がこの伏見じゃお尋ね者だって分かってるだろ。俺たちはそれを助けに来てやったんだよ。嘘っちゅう感じでもなさそうやにゃ。人を騙せるような組み合わせでもないし。ほんならあっちのこんまい側も呼んだら詳しい話を聞かせてもらおうか。それはこっちの事情に巻き込んで悪かったね。本当に悪いと思ってんのかよ。ずいぶん上の人からも命令が来てたんだぜ。うん、行き先も告げんとたったき心配かけてしもうたろうにゃ。特に申し訳ない側は勝先生にやにゃ。まさか新選組に頼ることがになってしまう。それはどういう意味だよ。俺たちじゃ頼りにならねえって言いたいのか。ああそうやないき。ちゃんとこうして俺に会えちゅうやいか。俺のために新選組相手に借りを作らせてしもうたがが申し訳ないがよ。まあとにかく事情は分かったき、伝えてくれてありがとう。ほんなら、俺はこのまま大阪に行くぜよ。
そうか、それなら俺たちも助かるってもんだ。なあ坂本、去る前に一つ教えてくれよ。命を狙われてるのにわざわざ伏見まで来た理由って何なんだ。まさかこいつに会うためか。いやいや、残念ながら別件ぜよ。もう終わったし、こんまいことよ。俺たちに関わりのあることじゃねえだろう。新選組や幕府には関係ないき、安心しや。いまいち信用できねえな。やることなすことうさんくせえっつうかよ。おいおい、ひどい言い草やにゃ。千鶴、おまんは信じてくれるろ。ほんならにゃ、新選組。ありがとう。いや、だってよ、俺が一生懸命に考えてお前さんが協力してくれた作戦が坂本のやつにあっさりと見破られたもんだから、そりゃ落ち込みもするさ。それに何が一番ダメかって、坂本が近くまで来てたのに気づかなかったことなんだよな。あいつに敵意がなかったからいいが、護衛失格だぜ。ああ、クソ、しっかり見てたはずなんだが、見つけるのも隠れるのも奴の方が一枚上手か。叶わねえな。ああ、お前さんの想像する通りさ。何かあったらまずお前さんを守るって思って周りをおろそかにしちまった。自分の言った作戦なのにな。なんで俺言うんだよ。こっちこそありがとな。
そうだよな。いくら坂本を捕まえるのが作戦の目的とは言っても、お前さんの身の安全より優先するべきもんじゃねえしな。そんじゃ、宿に帰る前にここの祭りを楽しむとするか。お面に団子に飴細工。おっ、あっちには饅頭もあるじゃねえか。ジズルちゃん、次は何がいい？そんなもんでいいのか？お詫びにもっと喜んでもらいたいんだけどよ。お前さんはいつも本当にいい子だよな。でも今日はあれだな、ほら、いつも以上にいい子だぜ。そうだな、いつもとは少し違うっていうか、今日は女の子の格好だしな、特別眩しく見える。おう、いつもならこっぱずかしくて言えねえけど、今なら言える。ジズルちゃん、すげえ似合ってて可愛いぜ。今日はその姿で俺に付き合ってくれてありがとうよ。なんだって？頼む、千鶴ちゃん。長倉新八、一生に一度の頼みだ。聞いてくれるか？今日の俺の飯を山盛りにしてくれ。ダメか？いいのか？そうか、よし、なら、これからずっと一生、俺の飯を大盛りで作ってくれ。じゃあ頼むぜ、千鶴ちゃん。まずは今日の夕飯からな。